はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ブラック企業に勤めた人が考える本当にやばいブラック企業の見分け方ということで、まあ僕のサラリーマン時代を振り返りつつね、ブラック企業の見分け方みたいのを見ていこうみたいなね、まあそんな4月上旬にね、まあジャストタイミングのそんな動画なんですが、まあそれはさておき、まあこう、すでに勘のいい人はね、気づいてるかもしれませんが、まあこの人風邪だなって感じの声なんですね。まあ実際問題風邪ひきまして、まあそれは今回に関してはね、ブラック企業をね、イメージさせるための演出ってことで多めに見ていただけると幸いです。まあそんな感じになってます。で、まあ、まずね、ブラック企業の見分け方みたいなね、まあ、そういう、なんていうのかな、実務的なというか、ポイントみたいなのを話していく前に、最初にどうしてもこう言っておきたいことありまして、まず最初に言いたいのは、自分の仕事を、まあ、自分の大事な人にお勧めできるかどうかっていうのがすごく重要です。ブラック企業って言っても、まあ、なんていうのかな、人によっても感じ方は違うし、まあ、そういう、なんていうのかな、微妙にセクションによっても違うし、みたいな部分はあるんですね。で、だから、まあ、その中でも自分の仕事っていうのを、まあ、比較的、手っ取り早く、やばいかやばくないか、自分になんか、こう、負担を強いているかどうかみたいなのを見分けるときに使えるのが、自分の大事な人、まあ、なんでもいいんですよ。別に親兄弟が大事なら親兄弟でも、まあ、なんだ、友人でも、まあ、自分の彼女でもなんでもいいんですが、まあ、そういう人に勧められるかどうか、この仕事をお前もやるかっていう風に言えるかどうかですね。僕の仕事とか大体ね、むちゃくちゃな仕事なので全然誰にもお勧めできないですね。求人募集とか剥がしたかったら剥がせないですからね。まあそれはさておき、まあそんな感じでね、お前もやるかっていう風に言えるような仕事はいいですね。うん、で言えないようなやつは大体やばいっていう、まあそんな感じになっています。で、まあその話はいいとして、で実際問題ブラック企業っていうのがね、どんな風にね、どうやって見分けていったらいいのかみたいな、そういう話なんですが、まあ、手っ取り早く見分けられる方法として言えば、人が足りてるかどうかですね。ブラック企業っていうのはですね、戦時中のソ連みたいなもんなので、バン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 人がいなくなります。なんか知らないですけど、まあみんな辞めてくんだよね、まあ、みんな辞めたり失踪したりとかですね、なんかいなくなったりですね、なんか よくわかんないですけど、どっか行ったり、まあ、いろいろするんですよ。で、まあそうやってバンバン人がいなくなるので、どんどん、まあ人が足りなくなるんですよ。人がいなくなって人が足りなくなる、当たり前の話ですね。で、まあそんな感じになってて、で、まあ、会社によってもこれまちまちだと思うんですが、まあ、人員配置みたいなやつの、まあ、なんていうのかな、セクションごとの人員配置みたいなやつが分かっていれば、それ見るとよくわかります。例えば僕の部署だと、僕がいた部署だと、正社員が4人いたんですね。そこの正社員が4人いて、で、まあ、バイトの人たちがわーっていたんだけど、まあ、バイトの人ってのは、まあ、あんまりそんなね、オペレーション的に、まあ、いないよりはいてくれた方がいいけど、みたいな、まあ、そういう感じなので、まあまあって感じなんですけど、うちのセクションというか、うちの場所は4人だったのに、2人の場所とかあったんですよ。死んでるよ、2人とかね。もう2人とか、もう休めるわけないじゃん、みたいな、まあ、そういう話なので、まあ、そういう部署があったりとか、まあ、なんていうの、まあ、3人ぐらいならギリギリいけんだけど、まあ、まあ、本当にね、うん、二人とか、そういう明らかに絶対これ人員的にこれ回せなくねみたいな、まあそういう場所がある、まあ会社っていうのはちょっとやばいかもしれない。まあそういうことですね。でもまあ会社によってこの人員の配置にどこに何人配置されてて、うんぬんかんぬんっていうのは分かんなかったりもするので、まあそれも何とも言えないかなと思うんですけど、僕がですね、自分のスーパーブラックなね、ちなみにうちの会社どれぐらいブラックかっていうと、まあ3年離職率ってあるじゃないですか。入所じゃねえや。入所ってなかなか残念だ。まあ就職して、まあ3年間でどれぐらい辞めるかみたいな、その確率であるんですけど、まあ、基本的に、新卒の大卒で入ると大体ですね、世の中の人は、まあ、30% 前後辞めるって言われてるんですね。まあ業界によっても違うんですが、業種によっても違うんだけど、3割ぐらい辞めるという話になってます。で、うちの会社は、僕の2個上の先輩ですね、僕1年で辞めたんですけど、2個上の先輩たちは、まあ、3年目になるわけじゃないですか。でその人たちは11人採用されたのに3人しか残ってなかったんですよ。もう終わってるよねみたいな、11分の3とはみたいな、 70% ぐらい、 70% 以上の人辞めたみたいな、まあ、そういう世界なんで、スーパーブラックだったって、まあ、そういう話なんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、こう、バンバン辞めていくんですね。で、そんな会社のね、僕がいた場所の、まあ、そこで、こう、見てて分かったことなんですが、社内結婚が多いこと。まあ、これがね、僕のいた会社の最大の特徴ですね。本当にブラックなんだなっていうか、まあ、そういう、なんていうのかな。よく考えたなと思いましたよね、正直、これに気づいたときね。で、どういうことって話なんです。社内結婚が多いことぐらい別に良くねっていう風に思う人が多いと思うんですね。まあそもそも結婚できるぐらいならまだ良くねっていう、まあそういう解釈もあるんですが、まあなかなかこの社内結婚闇深くて、まあ特にですね、見てる限り出世頭の、男の子と、後輩の女の子が結婚するケースがすごく多かったんですね。で、まあこれ本人たちも気づいてないと思うんですが、おそらく会社の策略と見てほぼ間違いないんじゃないかなと思います。で、少なくともね、僕が見たケースはそうだったっていう、まあそんな感じがするんですが、まあなんでそんなこと言えるかっていうと、うちの会社とにかく
かく人いないんですよ。で、バンバン辞めるんですよ。むちゃくちゃなので当たり前で、むちゃくちゃな、なんていうのかな、営業なので、まあ、バンバン人辞めるんですよ。で、有能で優秀な人ほどすぐ辞めていくんですね。困ったことにね。で、有能で優秀なやつほどすぐ辞めるので、まあ、会社は考えたと思うんですよ。うん、有能で辞めなさそうなやつ、ね、有能、まあまあ有能で、まあまあ辞めなさそうなやつ、もう辞めますみたいに言ってるやつさ、もうちょっとなんか、振りもなんないからさ、まあもう、うんって感じだけど、そうじゃなくて、まあ、辞めなさそうで、まあまあ有能なやつの後輩に、まあ、可愛げのある女の子をつけるね。で、そうするとさ、まあ、有能のさ、先輩とさ、可愛げのある後輩なんてさ、もうさ、もう絶対付き合うでしょ、みたいな。まあ、そういう感じになるので、まあ、しかもさ、ブラック企業だからさ、まあ、忙しいんだよ、ぶっちゃけてしまうとね、もうなんかそんななんか外部の人と知り合って、なんか頑張って、こう、なんていうのかな、こう、頑張って口説いて付き合って、結婚まで至るっていうのは大変なので、まあまあ、まあやっぱり同じ会社同士ね、まあ手っ取り早く、まあ話も合うっていうか、そもそも仕事の話なんかしてれば永遠に話してられるからさ、まあそれはうまくいくでしょって話になるので、うん。まあそれはね、まあそんな感じになるよって、まあそういうことですね。で、そしてこの作戦が成功してたですね、まあ何が起きるかって話なんですが、これね、すごくやばいですね。今ブラック企業にね、もう絶賛勤めてるぜっていう人もいると思うんですが、まあなんていうんですかね、このパターンで結婚すると、まあブラック企業に二人とも勤めてることになるんですよ。で、もう旦那さん辞められないですよね、なかなかね。奥さん一人残して辞めるわけにもなかなかいかないし、奥さんはまあ産休とかで辞めるかもしれないけど、まあ旦那さんはその間絶対辞めらんないよねってね、特に二人揃って辞めるなんて絶対無理だよっていうね。まあ、なんていうのかな、まあ家庭があるわけなので金を稼がなきゃいけないって、まあそういうことですね。僕みたいにね、一人者だったらこう、なんとかなるかもしれないですけど、まあね、結婚してたら何もならないので、まあそれはなかなか辞めにくいですねって、まあそういう話になっていくということですね。うん、なかなかそうやってですね、ブラック企業の、まあなんていうのかな、人が足りないから、まあ男性の従業員の後輩に可愛げのある女の子をつけるっていう風になってくるレベルだと、まあ相当やばいんじゃないかなと思います。まあ、そんなね、めんどくさい。まあ、そもそもこれって、まあ、多分まだ就職して4月、今10日なので、まあ、そんなね、まあ、4月1日入社でもね、まあ、たったそんなね、10日間で誰と誰か結婚しててうんぬんかんぬんとかわかんないと思うので、まあ、結局のところね、自分の会社の歴史、ここ数年の歴史みたいのをちょっと調べて、まあ、もしくは詳しい人に聞いてみて、まあ、なんていうのかな、まあ、それを教えてもらうのが手っ取り早いですよね。3年間の離職率が、まあ、30% とどれぐらい離れてるか、どれぐらいずれてるか。で、特に自分の業種ですね。まあ、業種で、まあ業種によっても多分飲食とか離職率高いんじゃないかな。まあそんな感じの傾向はありますが、まあ一応見ていただけるといいかなと思います。そういうことですね。まああとね、ちなみに人員以外のブラックのポイントとしては、まあブラックのポイントとして言えるのいっぱいありますけど、まあ例えば残業代が1000でも出ない。僕の会社もそうだったんですが、僕が超粘りまくって、まあなんとかなりました。ちなみになんですけど、大体ブラックじゃない会社でも、大体こう就職して1年目はこう、なんていうんですかね、出ませんとか、まあ1年目の人は残業代が出ませんみたいなのあるんで、まあそこは何とも言えないのかなと思うんですけど、まあなんていうのか、もう就職して3年とか経って、もうなんか全然出てないし、そもそもこの会社って残業代もらってる人いんのかって話になるような会社はやばいっていう、まあそういう話で、うちの会社完全そうだったからね。なかなか斬新だよね。もう1時間以上さ、まあ入試、なんていうの、始業の時間よりもはるかに早く出社して、で、まあ残業もね、なんかもうめちゃくちゃだったからね、本当にね、タイムカードとか合ってないようなもんだしね、みたいな。タイムカードとかね、もう形骸化してるような会社やばいですね。タイムカードが始業時間に押すものみたいな。まあそういうのはやめた方がいいですね。なんていうのかな、もう要するにタイムカードと実態、労働の実態が全然乖離してるみたいな、まあそういう会社とかはすごくやばいですね。で、あとね、これはブラック企業じゃなくても、まあなんていうのかな、ブラックじゃなくてもブラックだとしても、まあそういう傾向はあるかなと思いますが、まあ経営者が掃除で目立ちたがりっていうか、まあ生きってるっていうね、まあそういう傾向もあったりますね。僕の会社も完全そうでしたが、まあなんていうのかな、別にこれは、生きてるから直接的に労働者に被害があるわけでもないんですけど、まあなんか知らないですけど、まあ経営者が目立ちたがりで、まあ独裁国家みたいな感じですね。まあそいつに気に入られてるやつは、なんか、まあなんか、こう、なんていうのかな、重要なポストに任されるんだけど、まあ重要なポストに任されればいいかというと、それもそうでもないので、別にそんな幸せになれるわけじゃないので、そういう、なんていうかな、すげえこき使われるわけだからね、結局。で、まあなんていうのかな、それもそれだし、みたいな難しい部分ではありますが、まあなかなかね、まあ大体こう、僕が勤めてた企業とか見てても、本当に目立ちたがりっすねっていう、まあそういうことですね。で、まあ何はともあれね、まあそんな感じで、求人広告がいつも出てるとか、タイムカードが形骸化しているとかね、まあ残業代が1000とも出ないとか、まあそういうことがあるようだったらですね、なんか石の上にも3年とかですね、まあとりあえずね、なんか新卒で就職したのに速攻辞めたらもったいないかなとか思うかもしれないですけど、まあ大体こうそういう場所にずっといるとですね、まあ
光の速度で体がボロボロになっていくので、まあなかなかこれは険しいなと、まあとてもこう人に勧められるような仕事じゃないなというふうに思ったらですね、まあさっさとやめた方がいいかもしれないっていう、まあそういう話ですね。なかなか険しいですからね。本当に。大体そういう場所って体壊してみんなやめてきますからねっていう。まあそういうことですね。はい。というわけでね、まあ今回僕はスーパー風邪をひいてね、あちらめになんですけど、あの会社って、まあ会社っても会社も人、まあ部署とか、まあそのなんていうかな、業種とか、まあそのなんていうの、個別具体的な部分に影響されると思いますが、これぐらいだったら余裕で出社するからね、当たり前だけどね。まあ、37.5 ぐらいだったら余裕です。はい。38度ぐらいだとちょっと怪しいですけど、まあ、38度後半まで行かないと、まあ、確実に休めることにはならなさそうなので、まあ、なんていうんですかね、本当にこう、なんていうんですかね、険しいですよね。まあ、とっと休んだ方がいいと思いますよっていう、そういう話ですけどね。はい。というわけで、まあ、何はともあれね、まあ、そんなこんなんでくどくどお話しさせていただきましたが、この動画もね、そろそろ終わりたいと思います。この動画ね、っていうふうに思っていただけたら、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。